皆さんこんにちは。どうもです。さあこれね、ということで今ね配信ご覧いただいてますね。ありがとうございます。ということで、配信のはこちらで終わりとさせていただきます。イベント始まります。皆さんも配信ありがとうございました。失礼します。よし、はい、ということで今日ね会場お越しになれなかったね皆さんも多かったということで、少し配信でご挨拶させていただきました。皆さんも改めましてこんにちは。前回と違うところは、先ほど影ナレーションの方でもご案内させていただいたんですけれども、私のウイスキー樽で漬けたウイスキーも、今飲んでいただくことができます。シーラはやっぱり義援金になるということでちょっと別途料金いただいておりますけれども、今回ティーチャーズハイランドクリームというベースウイスキーをベースに入れております。で、まーちゃんと車好きさんいらっしゃいます。今さっき羽田に着いたらしい。さっき羽田に着いた。あ、今向かってるんだ。まーちゃんと車好きさんが、送っていただいた余市というウイスキーが少しだけ混ざってる状態になって、樽で 2,3 ヶ月ですかね、寝かした形になっております。でもほぼベースはティーチャーズハイランドクリームなんですけど、今回ハイボールとか飲み放題のハイボールとかのウイスキーをそのティーチャーズハイランドクリームにさせていただきましたので、味の違いを、楽しんでいただけるかと思います。そちらの方ぜひぜひお試しください。じゃあ私何もらおう。何飲みますか。ハイボールにしようかな。じゃあそれで皆様ちょっと上の方から失礼します。グラスをお持ちいただいて、第2回目ちょっとね、開催のお知らせから開催までの期間が短かったこともあったのにもかかわらず皆さんもお越しいただきましてありがとうございます。遠くから来た方もいらっしゃるということで、今日はしっかり楽しんで帰っていただければと思います。それでは参ります。乾杯です。ありがとうございます。あー、うまい。やった。いや、ティーチャーズハイランドクリーム美味しいですよね。でもそれを樽で漬けたらすごく美味しいですから、後で僕もいただきます。福島の酒蔵から、まあなかなか全国には流通してないような日本酒が毎月2本と、おつまみが、それに合わせておつまみが届くっていう定額サービスがあるんですけど、その福の茂さんがご協力いただいて、今回3本の日本酒、これなんて読むんだ読める人これ達筆すって読めない。奥の松。奥の松、はい、うちの、両親のっていうことです。おお、すごい。おお、どなた。ぬきぬきです。あ、ぬきぬきさんだ。どうもどうも。石井のイベントの方で登録していただいたということで、なんかいいことがあるとかないとかの場所ということなんで、ぜひぜひご興味ある方、日本酒を好きだという方は、僕もこれで結構福島の美味しいお酒も知りましたけど、結構つまみがね面白いの届くんですよ。1個なんかみっちょさん買ったよね。うちはね追加で買ったことあったよね。おつまみなんだっけ、トマト丸ごとキムチみたいなのあったよね。あったね。あれめちゃくちゃ美味しかったよね。結構ね、あの知らないもんが届くんですよ。あとなんだっけ、イカ人参。イカ人参って福島の料理知ってます？イカ人参初めて食べてめっちゃ美味しかったです。そういうのもランダムに届くんで、新しいおつまみの発見ができるっていう意味でもとてもいいんで、ぜひぜひこちらの方もちょっと気にかけていただいて、で日本酒の方も楽しんでいただければと思います。ただ飲みすぎないようにしてください。後で必ずソフトドリンクタイムを設けます。はい、よろしくお願いいたします。知ってました。なんでかというとですね、世界的にチェキのフィルムが不足していて、今チェキのフィルムがめちゃめちゃ値段上がってるんですよ。フィルム1枚の価格が高騰しちゃってるんですよ。メルカリとかでなんとか手に入れなきゃいけないみたいな。そんな中チェキのフィルムがなんとかご用意できましたんで、今やチェキを取るという行為自体が貴重な体験ということで、それがなんでおじさんなんだということはさておき、ぜひぜひチェキもしね義援金にもなりますんで、はい。そして、このタイミングで同時にご紹介させていただきます。これが、
大正アクスタでございます。すごく小さいんですけれども、まあ、メリークリスマスなんでクリスマスカードとその裏にも、私のハンコをさせていただいて、このようにパッケージさせていただきました。売り上げは能登半島地震の方に寄付をさせていただきますので、ぜひぜひ皆様こぞって参加いただければと思います。そして、二次会の場所を予約しているのと、ちょっと、そこまでの距離があるので、タクシーちょっと無理よ、タクシー無理よ。で、まあ言っても歩いて5分から10分の間ぐらいみたいなところなんで、カラオケボックスなのかな、はい、はい、なのでちょっと早めに行かないとそこの時間がどうしてもケツが決まっちゃってるので、二次会が短くなっちゃう。すいません、二次会にも行かれるという方手を挙げてもらっていいですか。はい、15、16、17、18人、18名の方が、いやギリギリ行けると思いますね。ギリギリ行ける部屋ですか。ではでは、皆様とりあえず今回のオンライン酒場石井生ボリューム2という形としては閉店とさせていただければと思います。二次会行かれる方はぜひぜひ二次会のお願いします。皆さん改めてありがとうございました。まだ若干ね、移動までお時間ございますので、ゆっくりで準備していただいて、お片付けとしていただければと思います。すいません、皆さんなんか片付けの手伝いしてもらってますか。なんという素敵なお客様方ということで、はい、ではではまた後ほど二次会でよろしくお願いします。